はい、今回は ANA スーパーフライヤーズカードのメリットについて紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まず ANA スーパーフライヤーズカードの概要について紹介します。 ANA スーパーフライヤーズカードとは ANA プレミアムステータスのうちダイヤモンドステータスまたはプラチナステータスのステータス資格を取得中の方だけが申し込むことができるクレジットカード機能付きの年会費有料カードのことです。スーパーフライヤーズカード会員になるために必要なものは次の2点です。1つ目が ANA プレミアムステータスのうちプラチナステータス以上、2つ目がスーパーフライヤーズカードに対応した ANA カードとなっています。順番に解説していきます。プレミアムステータスとはANA マイレージクラブ会員や ANA カードをお持ちの方で1月1日から12月31日までの1年間に基準以上のプレミアムポイントを貯めた方が獲得できる ANA の会員ステータスです。プレミアムポイントの仕組みやプレミアムポイントの貯め方などについては別の動画で紹介しているので詳細はそちらの動画をご確認ください。プレミアムポイントを貯めるだけでステータスを獲得する場合の基準ですが、プラチナステータスの場合は年間5万ポイント、ダイヤモンドステータスの場合は年間10万ポイントとなっています。以上のプレミアムポイントを1月1日から12月31日までの間に取得を達成した場合に条件の1つ目であるプレミアムステータスの資格を得ることができます。2つ目の ANA カードの取得について冒頭でも紹介した通り ANA スーパーフライヤーズカードはクレジットカード機能付き年会費有料カードですので、スーパーフライヤーズカードに対応したクレジットカード機能付きの ANA カードが必要になります。なのでクレジットカードの入会基準を満たしていない方やクレジットカードの審査に通らないとそもそもスーパーフライヤーズカードを取得することはできません。なのでスーパーフライヤーズカード資格を取得する前に対応した ANA のクレジットカードを事前に用意しておくことをお勧めします。なぜならプラチナもしくはダイヤモンドステータスを取得してスーパーフライヤーズカードの申請をした場合 ANA カードをすでに保有していれば切り替えるだけで済みますが、申請時点で ANA カードを保有していない場合カードの入会審査が必要になります。審査が通れば問題ないのですが、万が一審査が通らなかった場合、一般的に再申請には6ヶ月程度の期間を空けた方がいいと言われています。プレミアムポイントやプレミアムステータスには有効期限がありますので、次のカード申請時までに期限が切れてしまうと再度プレミアムポイントを貯めてステータスを再取得する必要があります。そうならないためにもスーパーフライヤーズカードの取得を目指される方は ANA カードを事前に用意しておくことをお勧めします。ちなみにスーパーフライヤーズカードに切り替え可能なANA カードの一覧はこちらになります。 ANA ワイドカード、 ANA ワイドゴールドカード、 ANA ダイナースカード、 ANA アメリカンエキスプレスゴールドカード、 ANA JCB カードプレミアム、 ANA ダイナースプレミアムカード、 ANA ビザプラチナプレミアムカード、ANA アメリカンエキスプレスプレミアムカード、以上8つのカード、いずれかを保有していればスーパーフライヤーズカード申請時に審査なしで切り替えることが可能なので、いずれかのカードを事前に保有しておくことをお勧めします。当チャンネルでは総合的なバランスを加味して ANA ワイドゴールドカードをお勧めしておりますが、最適なカードは視聴者様によって異なりますので、それぞれのカードの特徴やメリットをまとめた動画もあります。悩まれている方はそちらを参考に決めていただければと思います。申請にあたり注意点が2つあります。1つ目はブランドを切り替える場合、例えば申請前に ANA ワイドゴールドのビザカードを使用していて、申請時に同じワイドゴールドのマスターカードに切り替えたいなどブランドを変更する場合は審査が必要になりますのでご注意ください。2つ目は年会費が上がること。スーパーフライヤーズカードに切り替えた場合、切り替え前より年会費が若干値上がりします。例えば人気の ANA ワイドゴールドカードであれば、通常であれば年会費は税抜き1万4000円ですが、ANA スーパーフライヤーズゴールドカードに切り替えた場合は税抜き1万5000円と若干値上がりします。他のカードも年会費が若干上がりますので、その点はあらかじめ確認しておいた方がいいかと思います。その代わり、本来であれば有効期限があるプレミアムステータス獲得中に受けられるサービスの一部であったり、その他の様々な特典をカードの年会費を払い続ける限り継続することができるというメリットがあります。次に紹介するスーパーフライヤーズカードのメリットを確認し、切り替えるメリットがあるかどうか検討していただければと思います。ではスーパーフライヤーズカード会員の代表的な特典メリットを紹介していきます。メリット1、 ANA ラウンジが利用可能。 ANA ラウンジは一定基準以上のステータスを取得した場合か、上位座席のチケットを予約している場合のみ利用できる航空会社専用ラウンジになりますが、
スーパーフライヤーズカードを保有していれば、次に掲げる ANA ラウンジを座席チケットや現時点のステータス基準に関係なく、本人と同伴者1名まで無料で利用することができます。国内線の各 ANA ラウンジのほか、名称が異なりますが、成田空港の ANA アライバルラウンジ、中部国際空港のセントレアエアラインなどの利用が可能です。国際線は羽田空港、成田空港、関西空港にある ANA ラウンジ、中部国際空港のスターアライアンスラウンジのほか、スターアライアンス加盟航空会社のラウンジが利用可能です。また海外発の場合、ホノルル空港にある ANA ラウンジも無料で利用することができます。メリットその2、プレミアムメンバー専用デスクサービス。スーパーフライヤーズカード会員であれば、様々な問い合わせに対応してもらえるプレミアムメンバー専用デスクを利用することができます。主な受付内容は、航空券の予約や確認、特典航空券の予約、マイルについて、プレミアムメンバーサービスなどについて確認することができます。メリットその3、座席クラスのアップグレード。アップグレードポイントの利用で、国内線は普通席からプレミアムクラスへ、国際線はプレミアムエコノミー、ビジネスクラス、ファーストクラスなどにアップグレードすることができます。アップグレードする座席クラスによって必要なアップグレードポイントが変わってきます。国内線の場合は普通席からプレミアムクラスへのアップグレードのみです。1回につき片道1区間のみとなり、一律4ポイントでアップグレード可能です。国際線は路線によってルールが異なります。フライト距離が長い欧米路線を例に紹介していきます。国際線の場合は国内線と違い、座席クラスがエコノミー、プレミアムエコノミー、ビジネスクラス、ファーストクラスの4段階に分かれており、最初に取得したチケットの座席を基準としてアップグレードする座席によって必要なポイント数が変わってきます。例えばエコノミーからプレミアムエコノミーの場合は5ポイント、エコノミーからビジネスクラスへ2段階アップグレードする場合は10ポイント、ビジネスからファーストクラスへアップグレードする場合は20ポイントとなっています。利用できるのは出発の24時間前までとなります。運航会社や路線、機関、空席状況などによってアップグレードに制限がかかる場合があります。ルール通りに利用できない場合もありますのでご注意ください。メリットその4、国内線の先行予約。 ANA グループで運航ダイヤ期間ごとに一斉発売されたチケットを一般販売する前に優先して予約することが可能です。繁忙期で予約を取りにくい期間でも、一般の方より優先して予約を取ることが可能です。利用方法は ANA ウェブサイトのほか、先ほどのプレミアムメンバー専用デスクでの利用も可能です。メリットその5、国内線特典航空券の先行予約。 ANA マイルと交換することでお得に利用できる特典航空券で予約をする場合、一般の方より先行して予約をすることが可能です。特に繁忙期の特典航空券は競争率が激しく、一般の方が特典航空券で予約を取ろうとしてもなかなか難しいので、スケジュールが忙しい方ほど先行予約の恩恵を受けれると思います。他に一緒にマイル割の先行予約も行うことが可能です。メリットその6、優先チェックインカウンター。スーパーフライヤーズカード会員であれば、本来であれば上位座席や上位ステータス所有者でないと利用できない優先チェックインカウンターを利用することができます。国内線において ANA プレミアムチェックインが利用できます。国際線においてはビジネスクラスチェックインカウンターおよびスターアライアンスゴールドのサインが表示されている優先チェックインカウンターを利用することが可能です。スターアライアンス加盟航空会社運航便、スターアライアンスコネクティングパートナーへの乗り継ぎ便の場合も、スターアライアンスゴールドのサインが表示されている優先チェックインカウンターを利用することが可能です。メリットその7、手荷物の優先・優待。まず手荷物受け取りの優先について、 ANA グループ運航便、スターアライアンス運航便、スターアライアンスコネクティングパートナーからの乗り継ぎ便で利用の際、手荷物に優先タグを付けて預かり、到着後は優先的に受け取ることが可能です。また手荷物許容量の優待もあります。こちらも先ほどと同じ運航便の利用時に無料で預けることができる手荷物の個数や重さ制限の優待を受けることができます。ANA 国内線の場合は、普通席であれば通常の 20kg にプラス 20kg で合計 40kg、 プレミアムクラスであれば通常の 40kg にプラス 20kg で合計 60kg。 ANA 国際線の場合は各搭乗クラスの無料手荷物容量に対しプラス1個を無料で預けることができます。メリットその8、専用保安検査場が利用可能。スーパーフライヤーズカード会員の方は専用保安検査場を利用することができます。飛行機に乗り慣れていない方のために念のため説明しておくと、機内に持ち込む手荷物やセキュリティチェックを受けるエリアのことです。先ほどのチェックインカウンターは搭乗手続きや手荷物預け入れの場所なので、違いを確認しておいてください。国内線は ANA プレミアムチェックインの専用保安検査場を利用できます。
国際線はスターアライアンスゴールドトラックやプライオリティレーンで利用することができます。メリットその9、アップグレードポイントをプレゼント。1月から12月の ANA グループ運航便の利用で獲得されたプレミアムポイント数に応じて6年度のプレミアムメンバーにプレゼントされるアップグレードポイントというものがあります。プレミアムポイント数に応じて付与されるアップグレードポイントは次のようになっています。ダイヤモンド、プラチナ、ブロンズステータス、かつスーパーフライヤーズカード会員はこれらで獲得できるポイントにプラスして一律4ポイントが付与されます。獲得したアップグレードポイントは座席のアップグレード、ラウンジの利用、ANA スカイコインへの交換などに利用することが可能です。メリットその10、スターアライアンスゴールドメンバーになれる。 ANA 独自のプレミアムステータスとは別に、ANA が加盟する世界最大の航空会社ネットワークスターアライアンスのゴールドメンバーにも自動的になることができます。 ANA 以外のスターアライアンス加盟航空会社を利用する際に、優先チェックイン、優先搭乗、手荷物優先、空港ラウンジの利用などの優遇サービスを受けることができます。よく海外に行かれる方にとっては非常に良いサービスとなっています。はい、以上がスーパーフライヤーズカードの代表的なメリットとなっています。年会費が多少高くなりますが、それ以上に多くの特典を受けれることがわかるかと思います。出張が多い方、飛行機の利用が多い方は時間の短縮や移動時の負担がかなり軽減されるので、メリットも大きいと思います。特に海外へよく行かれる方には非常にメリットが多くなっています。ただし国内線の利用がメインの方の場合は、ご自身がよく利用されるベース空港にラウンジ等があるか、プレミアムチェックインカウンターがあるかなどは確認しておいた方がいいかと思います。スーパーフライヤーズカードには今回紹介した特典以外にも様々な特典がありますので、詳細に関しては ANA ホームページのスーパーフライヤーズカード会員の特典をご確認ください。スーパーフライヤーズ会員の取得に必要なプレミアムポイントとプレミアムステータスの仕組みに関しては別の動画で紹介させていただきます。スーパーフライヤーズカード会員になるために飛行機に乗る SFC 修行というものもあります。そちらに関してもまた別の動画で紹介したいと思います。では今回の動画はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました。